皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、千葉県の北東に位置しております人口7万人の町、香取市の中心部佐原を散策した時の様子、動画にアップしたいと思います。映像の方映っておりますのは JR 成田線佐原駅の様子、この町の中心駅になります。この佐原という場所はですね、北総の小江戸と言われておりまして、昔ながらの町屋の建物が並ぶとても美しい景観が楽しめる場所となっております。今回の動画ではそうしたところと、国道幹線道路沿いに広がるロードサイド店舗群、さらにはなんと利根川を越えてお隣の県まで行きました。茨城県稲敷市の市街地までこの動画で歩いて行っておりますので、お楽しみに。現在映しておりますのが中心駅佐原駅から南側に広がっている市街地の様子となります。ご覧のように高めの建物というのはほとんど見られません。魚民等の大手の居酒屋チェーン店だったり、あとちょっとした商店街のような通りも、またちょっと別の通りにね、今映したのと違う通りにあったわけですが、そちらは後ほどご紹介したいと思います。まず向かっていきましたのは、このように緑が増えてまいりまして、大変大きな鳥居見えてまいりました。こちらが諏訪神社というパワースポット的なね、神社となっております。鳥居をくぐり、素敵な境内を歩いていきます。ちょっと行きますと、このように長い階段がありまして、それを越えていった先に本殿が鎮座しているというふうになるんですね。商売繁盛、学業成就がこの神社のご利益となっているようです。ということで、先ほども言いましたが、駅前の別のちょっと裏に入った通りにですね、また商店街っぽい通りがありますので、そちらの様子をご紹介したいと思います。こちらがどうやら名前、佐原駅前通りというね、県道36号の道になっていたようです。ご覧のように手前側には魚民とかあったりしたんですが、進んでいきますと、基本的に地元のお店、例えば着物店ですとか、洋服屋さん、パン屋さん、あとはこのようにいろんなお店がくっついているね、ところもありまして、地元ならではの、まあにぎわいといったらね、あれですけれども、お店が密集しているエリアというのがあったわけですね。で、そうしたローカル感あふれる通りをまっすぐ進んでいきますと、このように工事中のところがあります。こちら複合公共施設が建設されているところになるということで、新しい建物もこの佐原駅前にできていくというふうになるようですね。で、これから少し南に通っています県道55号の東通りという道を歩いていきます。狭いながらも割とこの中心市街地ではメインとなっていそうな通りを東に向かってですね、進んでいってるところになります。そうしますと、駅から離れていってるにもかかわらず、高めの建物、建造物なんかが目立つようになってきましたよね。地元の商店だったり、金融系の建物、あと鉄塔なんかが目立っております。逆に反対側見ますと、このように昔ながらのね、煙突的な建物見えておりまして、なんだか醸造所っぽい建物でしたよね。この辺りも古めのね、昔ながらの建物ですとか、新しめでも町屋感がね、強い建物っていうのが、本当に多く残っていますよね。で、この辺り、車通りですとか人通りが増えてまいりました。この佐原というのは、先ほども申した通り、小江戸ということで、ご覧のように観光地となっております。今映っております、小野川という川沿いにですね、そうした昔ながらの建物並んでおりまして、その中の一つになんと、伊能忠敬、昔住んでいたね、お家、建物があるんですね。私も仕事で日本各地を歩いている身としてはですね、この伊能忠敬さん、全国を測量されたということでね、こちらに立ち寄らないわけにはいきませんでしたね。で、どんどんとですね、川沿いを、これ北に進んでいっている風になります。ちょうど今映っていますように、船で、この川沿いの景色というのを楽しむことができるようになっております。もともとですね、その水運でこの町というのは歴史的に長く栄えてきた場所になるようです。
で、現在ではそんな町並みが重要伝統的建造物群保存地区というふうにして選定をされております。で、ご覧のように人気のお店はたくさん観光客の方が集まっていまして、今映っている建物なんかは無料の休憩所ですとか着物のレンタル店、あとはこういうふうにね、お芋を使ったいろんな食べ物がね、この川沿いのお店で売られているということで、そういったものを観光客の方は景色と共に楽しんでいらっしゃるというふうになったわけですね。この香取市佐原というのは東京都心から距離にして70キロぐらいですかね、まあまあ離れていて、今回私も電車で訪れましたが、それなりに時間かかったわけですけれども、この美しい景観を見てですね、本当に来てよかったなというふうに思いました。で、今映っているのがその佐原の街並みから少し行ったところにあります道の駅で購入したお弁当の写真になります。水郷の街ということで、うなぎがね、とても美味しいんですね。唐揚げ、卵焼き、フルーツケーキと共にふっくらしたうなぎを楽しみました。で、その道の駅でですね、ご覧のように猿回しということで、関西の方からお猿さんがですね、集中で芸を披露しにたまたま来ていまして、それをね、楽しむことができました。ちょっとね、カメラが手ぶれが多くて申し訳ないんですけれども、まあ、そんなことよりもこの芸達者ぶりというのがものすごいですよね。上りをご覧いただいてわかるように、この日は冬、そして海沿いの場所ですから風が強く吹いていたんですが、そんな風の強さ、そして寒さに負けることなく、このように芸をたくさん披露してくれまして、撮影の合間にとても楽しむことができましたので、財布の中のお金すべておひねりとしてお渡しをしました。で、道の駅の建物をこのように大変広く2つほど並んでおりまして、フードコート的なところだったり、そういうお弁当屋さんとかお土産を取り扱っているところとかね、大変充実した施設でありました。で、その道の駅の前から通っております国道356号線、骨水郷ラインっていうんですかね、水郷ラインかな、そういう幹線道路がありまして、西に進んでいってるところになります。その道の駅がですね、中心市街地からやや東の方にありましたので、まあ、ご覧のように映像切り替わるごとにだんだんとお店が増えていってる風になります。早速高めのビルとその裏にアベイルの服屋さんがありましたよね。で、この香取市、関東にある町といえども、やはり都心から離れていて、人と人との距離が近いのでしょうね。この辺り、私、歩いておりましたら、男性にね、声をかけられまして、車のドライバーさんだったんですけれども、どこどこ自動車店はどこか知ってるかみたいな風に言われまして、私、この佐原に初めて訪れたものですから、まあ、そのままね、Google マップで調べて、ここらしいですよってお教えしたということはあったんですよね。私の体から道を知ってるオーラか何か発せられているんでしょうかね。初めて来た土地で道案内をするという大変面白い経験をこの時しました。で、この国道沿いですけれども、モスバーガーや牛角などの大手飲食店、あとガストも見えておりますね。あとは洋服の青山並んでおりまして、シャトレーゼもその周りにあるようでね、この国道沿いに大手の飲食店や大型の商業施設がこのようにたくさん並んでおります。ツタヤの書店やマクドナルドなんかも見えてきましたね。で、この奥の方にですね、住宅地だったりローカルな飲食店街が広がっているというふうにどうやらなるようです。で、この辺もですね、デニーズですとか釣り具屋さん、あと松屋の牛丼屋さんといろいろ飲食系の建物が多いですかね。あとは青木とかドラッグストア等がたくさん並んでいるというふうになります。ウェルシアも別でありますね。こうして国道を振り返ってみますと、本当に多くのチェーン店が並んでいる、ロードサイド店が並んでいるっていうのがよくわかりますね。先ほどまで小江戸のね、穏やかな風景見ていたんですが、急に広い道路沿いにたくさんチェーン店が並んでいて、その真ん中でたくさんの車が道路を走っているという現代的な光景と、それらが2つ見られる、そんな面白い街というふうにね、この香取市佐原言えるんじゃないでしょうか。で、大きめの交差点周り、西松江やケンタッキー、あとすき家と並んでおりまして、
さらにそこを越えていきますとですね、まあ、この辺スターバやココスと道路反対側見えているんですが、こちら側にですねサワラシティという複合商業施設、はい、今見えてきました。そういった建物があるんですね、まあ、スーパーマーケットやドラッグストア、ダイソーなんかが入っている大変ローカル感の強いねショッピングモールとなっておりまして、中入ってね買い物をしてみたんですけれども、地元の方がたくさん集まってにぎわっている、でもどこか昔懐かしいね雰囲気を感じるような商業施設でありました。でそれをさらに西に越えていって島村があるんですが、その奥に高架の道路がありますよね。こちらがですね国道51号線佐原バイパス、佐原街道などと言われる道の道路になっているようです。でこちらの大きな道路をですね北に上がっていって、先ほども言いましたが今から移ります、はい、移っております利根川をですね、この全長500メートル超えの水郷大橋という橋越えて渡っていって、茨城県南側南部にあります稲敷市までこのように標識も移りました、向かって行っております。もともと稲敷市にはこの川を越えて行くつもりはなかったんですが、今映像奥に映っていましたように大型の商業施設群っていうのが川を越えてすぐのところにたくさん並んでいるようであったんですね。それだったらついでに歩いて行ってみるかということで、歩いて県境越えをしまして茨城県稲敷市をちょっと見てみたというふうになるんですね。地図で見た限りだと稲敷市ってそんなにいろいろ建物がねたくさん集まっているエリアというのは多いわけじゃないんですかね。私行ったことがねこの時が初めてだったのでわからなかったんですが、まあ、そんなことを言っている間に道沿い早速大型の建物を見えてまいりました。ニトリだったり大人向けのホテルなんかありますけれども、このバイパスからですねちょっと東の方に入っていきましたら、ご覧のように大きめの建物が集まっているところやってきました。この動画では最後にそのあたりお見せして締めようかなというふうに思っております。映像をズームしておりますが、セガのゲームセンターが奥に見えまして、バーミヤンも隣にあるようです。あと手前側工事しているところがあったり、横ホームセンターだったりしました。でこちらの建物が一番目立っていますよね。メガドンキホーテユニサワラアズマ店という商業施設になっているようです。中入ってみましたけれども本当にねいろんなお店が入っていました。まあ、入っているお店は看板で並んでいた通りとなります。あとそのドンキーの横にはワンダーグーだったり、なんと映画館まであるというね大変充実した局地的にね商業施設が多いエリアでありました。ご視聴ありがとうございました。